ドゥーン、カメラの北村さんで購入しました。さて何を買ったのかな。ざっくり、これです。オスモモバイル2です。たまにはこういうメジャーな商品を紹介したくなりました。箱は結構大きめです。では箱開封します。こんな感じですね。これはマニュアルですね。テロとマニュアルが似てますね。作ってるとこ同じなのかもしれませんね。We are here to help。 サポートもしっかりしてそうです。こっちは面積事項と安全に関するガイドライン、こういうのも入ってるんですね。でこれが本体です。おお、硬い発泡スチロールに入ってます。 DJI。 では開けます。来ました、こっちですね。へえ、こうなってるんですね。乾燥剤が入ってました。まずは本体を出しときます。あ、結構重いです。想像していた以上に重量があります。これがケーブルです。充電するんですかね。 DJI のこれはシールですね。普通のケーブルです。入ってるものはこれとこれだけでした。非常にシンプルですね。この辺はプラスチックな感じです。ここで操作します。ここはジョイスティックになってるんですね。でここはボタンです。ここにズームレバーがあります。ここにマイクロ USB を挿すところがあります。充電中はこのようにインジケーターが光ります。満充電で3つ点灯になりました。あ、三脚穴ついてます。これ重要ですね。一脚をつけて高いところでも取れるし、三脚に備え付けて取ることも可能です。ここにもコネクタが隠れてます。チャラリーン。このオスモモバイル2のバッテリーを使って携帯などを充電できます。このバッテリーがかなり大容量みたいです。バッテリーの容量は 2600mAh 時です。まあそんな大容量ってわけじゃないですね。でもいざという時に助かります。スマホを取り付ける箇所はここです。この内側にゴムが貼ってありますね。そんでもってここはバネです。こう緩めると回転できます。これは垂直方向ですね。締めときます。ここを緩めるとこのバーを出すことが可能です。ここでバランスを調整します。ではスマホをはめてみます。これ割と大きい方ですね。はまるか心配になってきました。保護ケースから外さないとはまりませんでした。残念。そしてこの傾きを調整します。最初左に傾いていたのでこの後ろのバーを引っ張り出して調整しました。縦方向の調整はここを動かして調整します。ここ結構力技です。これで下に下がりました。こっちをやると上に上がります。こんな感じでこれが傾かないようにします。とりあえずバランスを取りました。これで試してみます。インストール。どれですかね。
あった。スモモバイル2。キーを接続してください。電源を押すんですね。出てきました。接続する。初めて DJIO アプリに接続する場合、OSMO をアクティベートする必要があります。このプロセスで1年間の保証も有効になります。インターネットがないと無理なんですね。ログインできます。この電源を入れます。ちなみに電源1回押しただけじゃダメです。長押しです。長押しで電源が入ります。そこに気づくのが遅れて、この連携に悩みました。まず電源入れます。長押し。これいいんですかね。で、機器を接続してください。出ました。接続する。来ました。アクティベート完了です。ようこそ。準備ができました。おお、やっときましたね。ジンバルのロックを解除して続行してください。ロックってなんじゃ。お、来た。一回切って入れ直したらできました。来てますね。大丈夫そうです。ひとまず成功です。これホローモードになってるんですね。これで動いちゃうのかな。あ、動いちゃった。すっげー、すごいですね。ひとまず準備完了です。これで外に撮影にしに行ってみます。DJI アプリ、スマホカメラ、手ブレ補正なし。
というわけでオスモモバイル2の動画を見てもらいました。アプリを使うとなぜ振動が強調されるのか分かりませんが、アップデートで治ることを期待しつつ、とりあえずはアプリなしで使いたいと思います。